ミッコヒルボネンはフィンランド出身のラリードライバー。世界ラリー選手権で活躍した後、ダカールラリーに参戦している。他の多くのラリードライバーと同じく彼もラリー競技が身近な環境で育ち、18歳の時に本格的なキャリアをスタートさせる。フィンランド国内のラリーを中心に参戦を続けていたが、ターマックでの走行距離を伸ばすことにも必要性を感じて、 イギリスやフランスのラリーにも参加した。2003年よりフォードから世界ラリー選手権にフル参戦を果たす。その後引退する富茉記念から推薦を受け、2004年にスバルへ移籍するものの、ペターソルベルグ中心のチーム体制に馴染めずミスを重ねてシーズン終了後にチームから放出される決めを体験する。ミッコヒルボネンが運転する。 フォーカス WRC07 しかし2005年にフォードフォーカスの型落ちマシンでスポット参戦しラリーカタルーニャで3位表彰台を獲得するなど大きな活躍を見せたことが評価され2006年からは再びフォードワークスから参戦同年のラリーオーストラリアにて WRC 初優勝を決めてドライバーズタイトルランキング3位となる2007年もノルウェー ラリージャパン、ギガバイトと参照を上げ、前年同様のランキング3位とし、フォードの2年連続マニファクチャラーズタイトル獲得に大きく貢献した。2008年は、マーカス・グロンホルムの引退に伴い、ファーストドライバーへ昇格すると、安定した走りで参照を上げセバスチャン・ローブに次ぐ、ランキング2位。2009年は、序盤5戦べてをライバルであるセバスチャン・ローブが、 優勝し20ポイント差まで広がったが、後半戦に激しく追い上げ最終戦ラリーギガバイトを前に1ポイントのリードを得たものの、ラリーギガバイトでローブを上回る成績を残せず、最終的に1ポイントの僅差でタイトルを逃す。2010年は開幕戦ラリースウェーデンで優勝するも、ラリーメキシコ以降は不調が続き、ランキング6位に終わる。また、インターコンチネンタル、 ラリーチャレンジの開幕戦モンテカルロにスポット参戦し、フォードフィエスタ S2000 のデビューウィンを飾る。2011年の開幕戦スウェーデンでは1年ぶりに優勝し、連覇を成し遂げる。その後は、シトルエンワークスのセバスチャン・ローブ、セバスチャン・オジェに優勝を独占されるも、ラリー・オーストラリアで優勝、フランス。 スペインでのヤリー・コール・マティラトバラのサポートもあり、三つどもへのタイトル争いに踏みとどまった。その後スペインでオジェがリタイアし脱落したことで、ローブとの一気打ちとなり、最終戦ラリー・ギガバイトを前に8ポイント差まで迫る。しかしラリー・ギガバイトでは共にリタイアとなり、またしてもタイトルには手が届かなかった。シトロ NDS3WRC を運転する。 昼5年2012年はシトロエンへ移籍し、ローブをサポートするナンバーにドライバーとなる。その安定した走りで、マニファクチャラーズタイトル獲得に貢献した。さらにターマック能力も向上。ラリーイタリアサルディニアでは、シトロエン移籍後初優勝も果たし、ローブに次ぐランキング2位に入った。2013年は、ローブの第一戦の引退を受け、シトロエンのファーストドライバーへ昇格。 タイトル候補ヒットに挙げられていたが、この年からフル参戦した、フォルクスワーゲンのセバスチャン・オジェの圧倒的な速さに対抗できず、ドライバーズランキングは4位となるが、未勝利に終わった。2014年は、元フォードワークスだったフルス・ M スポーツへ復帰。本来の調子は戻らず前半戦は、ラリード・ポルトガルの2位が、最高位となった。後半戦は、新型フィエスタにスイッチし、 第12戦カタルーニャでポルトガル以来となる3位表彰台を得る。しかしカタルーニャ終了後に WRC 引退を表明した。自身の公式サイトでは世界中を回ったラリーが今も大好きだが家族のことなど人生で大切なものに集中したいと述べた。最終戦ラリーギガバイトでは本来の速さを取り戻し2位表彰台に入り13年間の 現役生活に幕を下ろした。2015年より、同郷の富茉記念がチーム代表を務めるトヨタ画像、レーシングの若手ラリー選手を育成をするチャレンジプログラムの講師として参加し、ヤリス WRC のテストにも協力した。また、シトロ園では、WRC の本番走行前にコースを確認するセーフティクルーを務めている。二0十九年は、 かつてのチームメイトマルコ・マルティンがオーナーを務める MM モータースポーツからヨーロッパラリー選手権のキップロスにフォード・フィエスタ・ R5 で参戦し優勝争いには絡めなかったが現役時代の時と変わらない安定感を見せ三位表彰台を獲得した WRC 引退後の2015年ミニのレース活動を行う X レードと契約しダカールラリーへ挑戦することを表明した コドライバーは、ベテランのミシェル・ペラントコンビを組む。初参戦の2016年は、ミニ・オール・ヨン・レーシングを運転して、ステージ優勝1回を記録。総合4位で完走し、ベストルーキー賞を受けた。2017年は、ミニ・ジョン・クーパーワークスラリーを運転して、上位争いに絡むが、大会終盤にトラッククラスの車両と接触して、総合13位に終わる。また、 クロスカントリーラリーワールドカップにも参戦し、2016年のハンガリアンバハで初優勝した。多くが過激で特徴的なキャラクター性を持つ WRC 主要ドライバーの中に置き、地味なまでに普通の青年といった印象であるが、多くのトップドライバーたちと同様にラリーへの情熱とドライビングの冷静さを持ち合わせており、また礼儀正しい。不運に多く見舞われたり、 スバルに所属したという経歴に加え、彼自身の女性的なニュー容ナや表情も相まって、日本での人気はかなり高く、大勢の固定ファンを獲得している。また、クレバーな走りで確実にポイントを獲得していける堅実さを持ち、彼のセカンドドライバーとしてのキャリアは称賛に値する。早くから評価されていた才能が開花し、 飛躍の年となった2006年以降は上位争いにたびたび顔を出し、また自信ある男らしい表情を見せることも多くなり、男女問わずその人気はさらに高まっている。自動車のメカニズムへの理解が非常に深く、通常ならリタイアするようなメカニックトラブルを自力で解決し、結果的に完走してポイントを獲得したこともある。2004年のラリージャパンでは SS24 で、 ギアボックスが全般にわたり破損したものの、彼と彼の子ドライバーは懸命の努力で一足を回復し、油まみれでサービスエリアへ到着。その後見事に7位で完走を果たし、チャンピオンシップポイントを獲得している。彼と彼の元同僚でもあるマルコ・マルティンは、特にメカに強いことで有名である。ありがとうございます。